はい、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。MH さんの件でリクエストがありましたので今日は占っていきたいと思います。 MH さんが過去に僕にはこんなにたくさんの兄弟がいたんだなっていうふうなことをおっしゃっていました。彼は、土浦の方で誕生して、で、お母様がね、離婚されたりとかいろいろあったんですけど、兄弟は一人っ子なんですよね。一人っ子でずっと育ってきて、お母さんのことをまゆみちゃんっていうふうに言う。お母さんのことをまゆみちゃんって言うっていうのが、最近の子はそうなのかなと私は思ったんですけど、ちょっとね、引っかかったところがあったんですよね。親子でもなんかね、友達関係みたいな感じで付き合うっていう風なこともね、今の若い子にはあることなのかなと思うけど、お母さんとかお父さんとかママとかパパとかではなくて、まゆみちゃんっていう風なことをおっしゃってて、で兄弟もたくさんいるんだなっていうところで言ってました。で、TY さんも、自分が玄関を出た時に自分とそっくりな人がいてびっくりをしたっていうふうなことを言ってたことがあるみたいなんです。で、実際に彼は MH さんは一人っ子なんですけれども、もしかしたら実は双子なのかっていうところを占ってみたい、見てほしいですっていうふうなリクエストがありましたので、その辺を占っていきたいと思います。で、過去に、MH さん似た人とかを含めて3人4人いたのかっていう風な動画を過去に上げていますので、よかったらそちらの方も、見ていただけたらと思います。もう あれどうだろう、もうなくなっちゃった動画のやつかな、もしかしたらもうなくなっちゃってんのかもしれないな。このチャンネルはセカンドチャンネルなのよ。三笠宮の方にもね、こう MH さんが行ってたことがあったっていうことを聞いてるので、そちらの方がファンだったりとかしたのかなとか、いろいろ関係もあるのかなとか、とりあえず一回3カードで占ってみようと思います。今回はね、はい、これはですね、過去とかを占った時にペンタクルスの10ですね。はい、なんかこれはすごくね、いいカードですね。本当に愛とか、いろんなこと全てに恵まれていて、自分自身は幸せだったっていう風なカードになります。本当にこう温かいね、関係性が築けていた、物質的にも愛情的にも満たされていたっていう風なカードになるんですよね。で、そうですね、家庭環境的には最初の頃はすごい良かったんじゃないかなと思うんですね。その時の状況を、これ一応双子だったかっていうとこなんですけど、これがね、大アルカナのね、運命の輪っていう風なカードなんですよね。もうその時が来たっていう風な感じのカードなんですよ。なんかチャンス到来とか、こうその時期が来たっていう風なカードになるんですね。やっぱり2010年、この件に関しては20年計画と私は思ってる。2010年で2020年のネズミの年から10年後に会おうの2030年までの計画だと思われます。で、何か運命の時が来たから2020年7月18日に決行されたと。
見なされる。で、アドバイスカードとしては、ソードのキングですね。はい、このカードは結構厳しいカードではありますけれども、すごく冷静的に、彼自身がすごく冷静的に、行動力を持って、建設的な行動を行ったとみなされます。決して逃げたわけではないっていう風な形のカードだと思います。厳しい、自分に厳しくて他人にも厳しいみたいなところがこのカードから感じ取れます。で、しっかりと計画的に、冷静に自分のそのものに対して、動かされることなく何か実行できる、もしくは何かの、もっと 彼を操れるような大きな、権力を持った人物王がですね、彼を使ってそういうふうなことを行わせてきたっていうカードだと思うんですね。うん、双子だったかっていうのが聞きたいんだけどな。ではちょっと違った方向で行ってみたいと思います。何かこうね、運命の時が来て、それはバックに大きな権力者がいるか、彼自身がすごく大きな志を持って実行した。決して家庭環境がすごく悪かったわけではないとみなされます。変わった形で占ってみたいと思います。こちらが一人っ子、こちらが双子っていう形ですね。その時の状況、はい、やっぱりキングが出ますね。キング、彼はキングなんでしょうね。やはりこう何か、ドラマでも殿と言われる形の行動をされていたっていうことで、また、徳川家康の役をされたりとか、そういうふうな形をされていた、もう彼自身を中心に何かが回っているような形になりますね。なんかこう、単なる関係ではなくて、彼はこう、何かの中心になるような存在があった、そういう、その運命の輪っていうのがさっき出ましたね。運命の輪は、このキングのことを、キングのカードのために、彼はキングの状況に置かれたために運命の輪の中に まぐれ込んだ、運命の輪が、動き出したというのは、そのキングだからこそのことだったと思います。一人っ子だった場合、一人っ子だった場合、ワンドの2のリバース、はい、一人っ子だった場合は、これは何かの新しい新天地に向かうとか、それを、検討するみたいなところ の視野を新しい方向に向けるっていう風な形になるんですけど、やっぱりこうリバースになっているので、新しい方向性を見出すっていうか、動きを出すにはちょっと難しかったのかなと思います。なんか計画的に動けないとか、なんか失敗してしまうとか、そういうふうな形のことがあるのかなと思います。うまくこう実行ができないとか、計画性に乏しいとか、一人っ子だった場合はそういうふうなことがある、計画に無理があるとか、彼自身が、この2020年の7月18日までの間に、この、10年間すごいがむしゃらに働いてるんです。人間技とは言えないような状況で働いています。また、
彼自身がインタビューで休みはないというふうに言っていました。でその人間技と、毎日休みがなく、そして海外に留学したくても帰ってこなきゃいけないような状況だったっていうところから、かなり働いていたっていうところが感じ取れます。仕事がかなりの量が入っていたと見られます。一人ではかなり厳しかったんではないかなと、それでは働きすぎて体を壊してしまうこともあるぐらいの仕事レベルはかなりハイリスクな状態であったと思います。で、双子だった場合、双子だった場合はこれ太陽のカードなんですけど、大アルカナですね。これも大アルカナ、これも大アルカナなんですけど、太陽のカード、これは太陽のエネルギーがさんさんとしてやる気に満ちて、生命力が豊かになるっていうところなんですけど、リバースになっているので、少しこうなんか一方とかがエネルギーを失うようなことがあったりとか、そういうこともありえます。だから、その中に2人のうち2人なのか1人なのかが、本領発揮ができないとか、体調面に不調をきたすとかいうようなことがあったりとか、ちょっと2人でやってるところに疲れ気味とかトラブルがあったりとかいうことがあったんではないかなと思います。では一人っ子だった場合の最終結果ですね。カップの5ですね。見えますか？カップの5ですね。これは小アルカナになりますね。はい、一つのこと、こうでしたら、なんかね、いろんなことがあって、絶望があるんだけれども、後ろを見てください。未来には、上が未来なんですけど、未来にはカップの新しいカップが2つ用意されていますっていうところで、絶望ですねっていうことなんですけども、これはリバースになってるので、こっちの政治よりも厳しくはなってくるんですけれども、ちょっと違った方向を見たら、もしかしたらいけるかもしれないよっていう風なカードになると思うんですね。だから方向転換をしないと難しいよっていう風な感じです。一人だとちょっとこの計画は厳しいねっていうところの、結局はそういう流れになってきますね。このどっちも計画的には厳しいですよっていう風なカードになります。で、双子だった場合の最終結果っていうところで、これは、これも大アルカナになります。鳳凰のカードになります。これは、モラルとか道徳とかを示すカードになります。正しい教えとか正しい実行とか、モラルに反していないとかいうカードなんですけど、これはリバースになりますので、正しくない行いとか、正しいと思えるような行いでは、モラルの欠如とか非道徳的な行為とか、ちょっと騙してしまうみたいなところのカードであったりとかします。もしかしたら彼自身も、ファンとかには言えない何かを感じ取っていた、もし双子だとしたら感じ取っていた可能性が高いと思います。アドバイスカードいきます。はい、これはソードの8ですね。剣の中に一人の兵士が倒れていて、それを誰かが救おうとしています。本当だと厳しい状況なんです。四面楚歌であったと思われるんですね、彼自身が。で、何度も、お皿は4枚しかないんだよって言って、これはヘルプサインと言います。こうやってやるのはヘルプサイン、言葉に出せないけど助けてと、助けを求めるときにヘルプサインでこれをやります。このサインを、彼がインスタライブをやったときに、やっていました。過去にもやっぱり誕生日にお別れを言わなければいけませんというふうな言葉を言っていました。誕生日の席でケーキもなく、寂しい思いでお別れを言わなければいけない。で、あとこうヘルプサインをして誰かに助けを求めている、まさにこの誰かに助けを求めているというカードになります。四面楚歌で身動きが足りない、制限
制限、行動や、自由が制限される、監視されるみたいな、例えば、歌つなぎの時は、左の上の方の天井を見たりとか、で何かに、カメラがあるのではないかとか、また、彼がいなくなった日に歌番組で歌を歌って涙ながらに歌った親友と言われる人とのライブの時も天井を見て何か、視線をそらしたりして天井に何かがあるっていうことを伝えたかったようにも見えます。身動きが取れない、行動が制限されるというふうなカードになります。彼自身がかなり束縛されて監視されていたのではないかと思います。で、大アルカナ、大アルカナ、大アルカナと来ています。で、こちらだと結婚できないというふうなカードが出ていて、小アルカナになります。かなり彼の行動は監視されていた可能性が高いです。そして大アルカナなので、戸籍上では、彼は、一人っ子と見られますが、もしかしたら、何か似ているような人が、双子っていうか似てるような人がいたりとか、そういう、そう、近いいとことか、まあなんかそういうふうな感じの形で、離れて過ごしていた兄弟がいたのかもしれない、似たような人がいたのではないかとカードは言っています。私はちょっとわからないですけど、カードはいたのではないか、だから彼はちょっとモラルに反していて、それを、2ウィークスの時にまだまだ僕は謝罪しなければいけないというふうな言葉を発していますが、それはこのモラルに反したことであったというふうな形ではなかったかなと思います。もしくはまたやっぱりどうしても一人でこなせる仕事量ではなかったので、もしくはこの二人で分けて仕事をしていた可能性もないとも言えないですけど、これは単なる占いですので、本当にそうだったかどうかは分かりません。その辺は、お聞き流しをいただきたいと思います。今回で2人というふうな形でのでは、このタロットカードではこちらの方の大アルカナばかりのカードとが、こちらの小アルカナで難しいよっていうカードよりかは2人の方が有力であるというふうなカードの、結果が出ました。では別の方向でアドバイスカードを引きたいと思います。メッセージをね、ちょっと追加で引かせていただきます。あくまでね、占いなのでね、それをご了承いただけたらと思います。クマさんが出てきました。何か大きなクマさんが出てきてドアの後ろに身を隠れています。女の子が身を隠れています。はい、これは作戦を考えるということですね。ちょっとこれ不利に見えますけれども、どうやったら勝てるかなっていうところをね、慎重にね、本当に物事を10年間においてすごく慎重に行動を考えてきたと見られますね。どうやったら勝てるのか、未知なる大きな戦い、未知なる大きな不安を彼は感じつつ、10年間本当に、20歳から30歳までの間、どうやったら自分が乗り越えられるんだろうか、この敵を倒すことができるんだろうかっていうことをすごく考えていたと思います。誰にでも話す、これね、リバースなので、こういう意味になります。誰にでも話せるようでしたら計画には価値がありません。準備が整うまで黙っていてくださいということで、今回の計画は秘密裏に行われたものだと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。いちごさぎでした。ありがとうございました。こちらのチャンネルではリクエストを伺っております。また何かございましたらコメント欄またはツイッター X いちごさぎチャンネルまでお願いいたします。ありがとうございました。